見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健榊紅葉チャンネルです。本日の情報共有動画は、屋上の清掃を行いましたというお話です。榊紅葉では所属ごとにローテーションで屋上の清掃を月に1回行っています。こちらの方が清掃場所になります。主に赤で書かれている1番から11番が清掃場所となります。屋上にはこのような排水口があり、定期的に清掃を行わないと詰まってしまいます。排水口の周りにはこのような土ごみがありますので、トラップを外してこの土を払います。それでは購入を動画にしましたのでご覧ください。8月はリハビリ科および通所リハビリの人たちで清掃を行いました。なんとこの日は気温35度の猛暑日、結構大変でした。トラップにはネジがあってなかなか外せない場所もありましたので、マイナスドライバーとかも使って外し、このように排水溝の周りの泥を取りました。このように綺麗に清掃しました。はい、ということで今回は屋上の清掃を行いましたというお話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドいいねボタンもよろしくお願いします。